あれはおじい様の。なんだ、なんて規模なの。待てこの野郎。カトン狼出。強いストロークを基調に。このダジャレがきつい。大野木、わしはな、石を見ればその石にどんな価値があるかわかる。なんてことすんだクソジジイ。どれだかわかんねえぞ。人の石を見ればその石がどんな価値があるかもわかる。なぜ、話が違う。柱間殿は同盟などサモン。俺の中の意志を捨て、言い訳し、代わりに憎しみを拾うことになりかねん。まだ踊りたいようだが、お前のは踏み込みがなってない。ジントン。あそこか。あれは初代ホカゲの顔。この江戸転生は誰も止められない。お前までこれを使えるようになっているとはな。そんなの知るか。あんたがこうして俺の目の前にいるなら、なぜ逃げる。俺に嘘をついた後ろめたさが、これはあんたの目だ。なぜ俺だったんだ。なぜ俺だけ残した。お前は当時何も知らなかった。うち配置族の愚行も何も、お前の中の憎しみを利用した。だから失敗したんだ。俺は死ぬ以前よりお前が違う道に行かぬよう。俺はそんな道を望んじゃいない。俺は本来死人だ。これ以上は語るまい。やらなければならないことがあると。江戸転生を止めなければ。お前、こいつの血を引いているな。火の意志をなめるなよ。第4項、忍法創造再生、白毛の術を極めし医療忍者のみ。聞いたこともない。カトン豪華滅出。水遁水陣中。お前が出しゃばり死ねば他の影も終わりだぞ。何、あのマダラが江戸転生されたのか。綱手がホカゲ。あいつ、ホカゲになったのか。お前は死んでいる。砂漠総裁像。さて、これで他の影も終わりだな。おそらく、マダラと戦って勝てる忍びは、今は亡き。死ぬなよ、綱で。お前はここにいる。お前に操られている間、お前のチャクラがどこから来ているかははっきり感じていた。この江戸転生の術は僕を殺しても止まらないけど。追いついたぞ。こんなところで一体なぜお前たちがこんなところで。ややこしい状況だよね。君がお兄さんの目を移植して寝ている間に世界はとんでもないことになっているんだ。五大国相手にお前たちだけで戦えるはずがないだろう。それが戦えるんだな。名前を挙げていったらキリがない。そこにいる君のお兄さんも。うわぁ！
柱間の能力と同じだな。ボケたか大の木。輪廻眼は全ての術を吸収する。限界剥離の術も通じるはずがない。あなたは内浜だらです。卑怯とは言わぬ。五人で一人、これで5対1だ。そいつら分身がスサノオを使う。使わない。こんなところにいる。あんたの殺気は本物だ。理由は簡単だ。まさか江戸転生の術に自分の現実を上書きするなんて。まあアカデミーの頃から人気者の君らしい傾向だけどね。なぜだ。江戸転生の術者を殺してしまっては術は永久に解けない。この術の弱点とリスクはこの俺の存在だ。だから今度こそ約束は守ってもらう。面白い。僕みたいなインテリはじっと見つめられるのに慣れてなくてね。でもただの蛇博士じゃこの僕は倒せないよ。オロチマルの力を手に入れてるようだしな。フードだろ。君僕のこと舐めてるよね。サスケ気をつけろ。チャクラがあちこちにある。体液を使って分離する。脱皮に見えるのはそのせいだね。渦巻き一族の血を継ぐ者は髪が赤いのが特徴でね。とにかくあの3人を選んだ君はお目が高いよ。オロチマルから順位を食らってたか。留置堂でね。留置堂だと。オロチマル様だけじゃない、この僕も行き着き。サスケ焦るな。感知能力が今までの比じゃなくてね。そうか、やはり仙人モードの力を竜へと昇華したんだよ。そいつらがスサノオを使う、使わない、どちら。使うだ。わしらは五影じゃ。そう、これが最後だと思え。陣遁限界剥離の術。その隙にわしが陣遁をかます。さすがは仮にも影の名を背負う忍びたちだ。本当のスサノオ。俺を止められるのは唯一柱間だけと言ったはずだ。俺一人分なら地図を書き直す範囲が狭くて済みそうだからな。わしらお前に手を抜いた。砂利と本気で喧嘩する大人がいるか。わしらはまだ道に迷うてばかりじゃが、今やっと道を見つけられそうなんじゃ。あの美獣にすら匹敵するな。お前らの道もろとも。土神様、残念だけど。術者に何かあったのか。じゃあな、長座。いろいろありがとう。あの光は一体何なんです。江戸転生が解放されたということだな。何だと。誰でもよい。誰であろうと忍び世界を守った英雄じゃ。まず食らわせようという腹じゃ。気をつけ。久しぶりだな。俺だ綱で。ダンだ。しかし今のは危なかったよ。ダン、もう行かなくちゃいけない。そんな、私は火影になった。でもありがとう綱で。向こうで待ってる。最後に君を守れたんだ。
江戸転生された甲斐も少しはあったかな。正気が戻ったな。チャクラをもらったか。離れかけていたマダラのチャクラがしっかりと体にへばりついている。